はい、皆さんこんばんはー。はい、こんばんはー。はい、ということで、本日はキコーナチャンネル、キコーナ重装店から生放送です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか久しぶりな顔、俺が。まあ、神津島でお会いしたことがある方がおられるかもしれませんね。確かに。何回かね、重装着てるんですけど、なかなかちょっと天卓主任とは会うことはなくてですね。そうですね。大体休みの日か早番の日やったんで、はい、今日は、天卓主任と、で、前回出ていただいたケンケンと、二人で今日は頑張ってもらいますんで、はい、お願いします。頑張ってきます。今日どうなん？なんかスロットやからちょっと不服？大丈夫？いやもう引けるんかな。ちょっと怖いですよね今日。見せたいんですけど、やっぱ難しい部分もあるじゃないですか。そうですね。なんか天卓さんがシラしてるっていうのが違和感でしかない私。初めてなんですよほんまに。あ、そっか。はい。それ以外はもうなんかキキコーヒーやってなんか股間叩かれてるイメージしかないんで。そうですね。罰ゲーム受けてる感じですね。そうそうそう。まあ今日はケンケンの2人で初めてのシラをやってもらいますんでね。頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ告知やってもらおうかな最初に。これはじゃあどっちに。じゃあ、ケンケンにやってもらいましょうか。ケンケン行く？ケンケン行く？大丈夫かな？ケンケン頑張る？やってみようか。大丈夫？はい。ちょっと狭くなっております。申し訳ない。はい、どうぞ。はい、キコーナ重装店では、はい、We Love 重装という施策をやっておりまして、はい。はい、重装なんで13ということで。はい。はい、We Love 重装。We Love 重装ね。はい。もうこれだけ見ていただいたら分かると思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、駅から近いお店になっておりますのでね、はい、ぜひぜひ遊びに来てください。遊びに来てください。細バーの呪縛から解けた天卓。え、呪縛やったんや。勘弁してくださいよ、もう。え、でも神津島何年いたんですか？4年近くおりました。そんなに？はい。ね、え、入った時は副主任？副主任です。あ、そうか、副主任でいて、で、主任になって、はい、で、重装に来たということなんで、はい、確かにむちゃくちゃ違和感あるけど、なんか変な感じしますけどね。はい、今日はじゃあ、うつだいをちょっと教えてもらいたいんですけど。はい、今日はもうバジリスク絆で。バジリスク絆、もうなんかもう音鳴ってるけどね。はい、じゃあ今日はバジを打っていただくということなんですけど、はい、ケンケンバジリスクは知ってる？いや、知ってます。いや、知ってる。大丈夫。はい、え、売ったことある？大丈夫？あるんですけど、ゲーム性はちょっと あんまり分かってない、はい、その辺は主任知ってるから、はい、えざるかもしれへん、ごめん。まあ、とりあえずね、1時間ちょっと、まあどうか分かんないけど、まあ、とりあえずちょっと行きましょうか。はい。まあこの台も年内でね、ちょっと終わりのお店も多いんで、そうですね、それを最後にちょっと調査メモしていかないといけないなと思いますので、はい、明記ですんでね。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ売っていきましょうか。はい、行きます。はい。いやー、今日もなんか股間がなんちゃらとか言われそう。ちょ、勘弁してください。股間がなんちゃら。勘弁してくださいよ。ね、じゃコメントちょっと後で読むんでね、カメラだけちょっと設置してきます。はい。え、天卓さん今もジムはちゃんと通ってはるの？はい、なんか行ってんねや。時々行ってますね。エニタイムフィットネスを見かけるたんびに細バーが天卓や天卓やって言うんですけど、いやいやいや、エニタイムフィットネス天卓さんちゃうやん言うて。もうそろそろ。そうそうそう。ああれね、24時間やから、いつでも行けますよね。そうですね、いつ行ってもいいんで。もしかしたら、私に会えるかもしれません。私に会いに来て。そうね、豊中方面のエニタイムフィットネスは、もしかしたら会うこともあるかもしれませんね。今でもジムむちゃくちゃ増えましたね。そうですね。なんか潰れたなぁ思ったらまたジムできて、みたいなね。いろんなね、名前の24時間のジムが今出てきてますんでね。そうですね。なんかジョイフィットかエニタイムかって感じだったけど、結構あれだね、そうですね、やっぱ今エニタイムが一番勢いあるんじゃないかなと思うんですけど、天卓さんも行くんやったらあれエニタイムフィットネスだっけ？そうですね、エニタイムだけです。股間ハリセンやっちゃうって言われてるけど、やっちゃうって言われてる。やっと終わったんですから。やっと終わったんですから。なんかね、やっぱり神津島から飛び出していった因子の人たちはなんかね、やっぱ罰ゲームやらなあかんみたいなってもんな。体張っていくスタイル多すぎ。そうそうそう、エビエの放送の時も木物助くんがね、向こうで体張ってもらって頑張ってくれてますけどね。やっぱそうなんですね。そうそうそう、なんかね、カバイさんがね、まだ奈良おった時も、ああ懐かしいですね。そうそうそう、罰ゲームしろとか言われてた。いや、ほんまに罰ゲーム好きですからね、あの人らも。ド M やからね、ド S な割にド M やからさ。まあ叩かれるの喜んでますからね。重装行けば天卓に股間ハリセンできるってことですか？いや、マジ勘弁してください。だいぶ股間あれやで、もうだいぶ弱ってると思うね。ほんまに。普通
さすがにニコ生でもこの名前を連呼する人ね。ねえ、あれ名前最初に打ったのはあれでしょ、海老名にいる伊藤くんでしょ、伊藤くんでしょ、あの子が、あの子が最初に天卓言うたもんね。伊藤見てるか。伊藤見てないんちゃう今日は。ねえ、海老名もちょっとニコ生の放送がないからね、もったいないけどね。ああ、そうなんですね。今ね、でも海老名で主任になったということでね、はい、伊藤くん頑張ってはるね、すごいわ。ねえ、晴れていい感じ。伊藤見てるか。あとでちょっと LINE かなんかしといてください。伊藤言うといてあげて。そんなに欲しいのか。じゃあ目隠し追加して、はい、股間ハリセンでお願いします。どんだけ股間ハリセン好きなんですか。いやーもうなんかあれはちょっとあれよね。こう、今までにない罰ゲームやったもんね。あれ、ケンケンにしたらもうケンケンもう二度と放送出たくないって言うんじゃない。ほんまに。みんなあれ演技やと思ってますけど、演技じゃないですか、ね、いやマジでほんまに痛いんですから。神津島の放送がないときは、あの豊中南に店長たちが集まってくれるとかそういうのはあったんですけど、そこであの股間ハリセン のやり合いをやってたんで、あの田島さんとあの細田店長とね、2人でなんかやり合いしとったけどね。ケンケンね、もともと重曹やから、あの田島店長のことを知ってるもんね。そうそうそう、どんどんあの悪い の話は打っていってもらっていいからね。海老名はニコ生出てた人結構いるんだよね。あの関東のニコ生も出てた人かな。あ、関東勢の方がおられるんです ねみたいですね。やっぱ関西勢としてはね、やっぱライバル視してしまう。ライバル視なんかそれあれですよね。結構私あんま気にしないんですけど、関東の人もなんか結構関西の放送のことを言うし。結構言うよね。いや、なんか関西っていうだけでハードル上がるんかな。いや、それはもうね、あのただの下だけじゃ面白くないからさ、やっぱり。勘弁してください。そうそうそう、やっぱり面白くしてないとね、いけないよね。あ、なんか来たよ。天徳さん、プライベートうちに行くの？あ、うちに行きますよ。あ、行ってんねや。はい、全然なんかそんなイメージがなかったんで。そうですね、やっぱ家庭持ちには厳しい時代なんで。え、お小遣い制なの？あ、お小遣い制ではないんですけど、うん、あんまりこう胸張っていけない。やっぱ胸張っていけないですね。奥さんにお伺いを立ててから行きますから。奥さんでもあんまそういうのでは怒らないでしょ。あ、そうですね。でも怒られないのが逆に罪悪感をかき立てるというか。罪悪感、そういうのあるんで。あ、なるほど。逆にね、抑止力になるかも。逆に優しくされる方が辛い。笑顔でどうぞ行っておいでとか言ってね。逆にいけないですね。いけない。そうか。あ、やっとさん応援してる。あのあれね、片田主任ね。そうそう、今茅ヶ崎に多分おられると思いますけど、もともとはね、あの関西機構の、方なので、もう2年ぐらいあれかな、関東行ってはるよね。そうなんですね。天卓、股間ハリセン以外に嫌なやつありますか？え、あの罰ゲームがってこと？電気流されるやつやばかったですね。あ、電気、はい、今日な、電気やったかな。ちょっと探さないでいいですか。後でちょっとカバン、あ、男女屋敷行きましたね。はい、合格ですね。ワンチャンあるかも。昨日ペヤング出てたよ、ダメ出し思いっきりどうぞ。そうそうそう、あのジューソンのね、元店長、今豊中南の田島店長の頭がチリチリで焼きそばみたいっていうところからペヤングってあだ名になったんですけどね。あ、そうなんですね。そう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 、ちょうど最初ね、今日あのジューソンも窓曲げのスロットをやろうかって言うてはったんですけど、昨日のね、もう窓曲げのスロットの放送がちょっともう愛が強すぎてるからね。もう気持ち悪いぐらい愛に溢れてたからね。いや、名機ですからね。そう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 、あの田島店長むちゃくちゃ窓曲げ好きで、もう1時間半ぐらいずっとテンション高めでやってたから、ちょっとそれを今日と比べられるとちょっと辛いなってとこがあってね。ちょっとそう、今日はちょっとおとなしくしとこうかなと思いますけどね。はい、遠いけど茅ヶ崎も行きますってね。天太君、今補足そばバーの悪口いっぱい言ってんやぞ。離れたら言えないですね。離れた、逆に。逆に言えない。おる方が言える。おる方が言える。確かに。突っ込んでくれるもんね。おいとか。はい。ただの悪口なんで。で、たぶんね、今月、神津島の放送あるから、天卓がこんなこと言ってましたっていうね。たぶん告げ口がいくと思います、私は。すぐ LINE 来るんですか。お前、言うて。あの、昔の変な写真とか送ってきちゃうもん。いや、ほんまにいっぱい握られてるんで、やめてください。ねえ、本当にだいぶね、神津島のメンバーが変わりましたんでね。あ、そうですね、全員本当に。え、ケンケンはあれか、重曹が初めてになるの、お仕事は。なんかあの、移動とか言われへん。ほんま、マイク遠いから、ケンケン多分ね、台の音むっちゃ拾ってるような気がする。え、ちょっと、耳んとこつけてないやん、あれ。え、耳んとこにつけてないやん、こうやってつけな。あ、つけます。こうやって、こうやって。
指導入りました。一人で喋ってるみたいになってるやん。大丈夫？あ、大丈夫。聞こえた？大丈夫？はい、あ、よかったよかったよかった。はい、そうそう。え、ケンケンもしこう移動って言われたらどの辺やったら行く？あんま遠いとこ嫌？めっちゃ笑ってる。本社の人が見てないわ。いや、まあ大丈夫やとは思うけどな。はい。大阪が好きなんで。あ、大阪がいいんや。それは別に市内じゃなくても、まあ大阪府帰ったら大丈夫ってこと？できたら市内。できれば、アクセスのいいところが。アクセスのいいところ。ケンケン車の免許とかを持ってんの？あ、免許はあるんですけど、まあるんですけど。車は持ってないのか。ペーパードライバー。ああ、なるほど。あ、ペーパーなんや。それは危ないな。もし通勤になったらね。天卓言葉が優しい。あ、なんか二人ともええんちゃう。やっぱこれ先当たった方が、あれ先当たった方が罰ゲーム先当たった罰ゲーム勘弁してくださいよ。もうなんか当たった、どっちも悪いやん。当たりそう。あ、しかも青揃いや。これは何で行くの？ケンケンはあげのすけなんや。早っ。あ、あ、今ブルッタブルッタブルッタ同色きたでね、青きましたね。これはあるやろ。あ、ランプ緑ですね。あ、確定してる確定してる。あの、7出てますやん。天然様で。あ、もう開眼するよね、これは。バレデスクタイムきたでね。一応ちょっとまあ、ケンケンがあとは突入できるかな。弱そう。何も引いてないんで。確かに淡々とベル引いてる感じだもんね。もう早速あの主任は入りそう、入ったから。天才様走ってくるでしょ。あのうるさい音とともに全然ならないんですけど。何のためのあれやったやろ。一発告知やったやろ。地元で働きたいっていうのはよくあるよねーってね。で、あっさり飛ばされるのもよくある話。まあでも今はね、もう、やっぱ働き方改革もあるし、あ、来たね。来ました、来ました。トカレ申しました。ここで。よかったよかった。いつも通りですね。いつも通りですね。これでね、おぼろちゃんとかね、やったら、割と継続率高めかなと思います、ね。あ、これ、罰ゲームじゃん。いやいやいや。まだ早い、まだ早い、まだ早い。ウーファー音からの移植は BT 確定でね、安定のベンチャーを来た。天狗さん、じゃあ、うちに行くとしたら、どんな台打つんですか？あー、そうですね、今、やっぱリゼロハマってますね。あ、そうなんや。へぇ。でもなんか、4、5、確定演出出てから5万ぐらい負けましたね。あれ、結構みんな罠にはまりますよね。4、5、出てるから、ついついね、こう粘ってしまうけど、なかなか難しいから。そうなんですよ、456円出たんですよ。はい、よしってなるけどね、粘ってしまうよね、確かに。え、これ単発終了とか。あ、やばいね。でもケンケンまた早い引き戻し。あ、また同色や。え、赤。あ、さあどうやろう。白。ケンケンはでも絶対ゲンの好きやもん。これはね、設定カンパとかの時によく使うの、玄之介やっぱり。音負けてるな。やっぱり音大きいな。入った。入った？おお、なんか調子いいやん。で、主任が落ちるんやろ、これ。勘弁してくださいよ。ほんで、赤同色ギターでね。すごいね、青と赤どっちも。明らかにそっちの方が引きいいやん。ね、天卓の股間、ハリセンも解かれ申した。それはなしです。ね、そんなに見たいってなるよね。そうっすね、浸透術引いたら受けてもいいかな。え、ケンケンが引いたらってこと？そうやな、なかなかね、無双一戦とか難しいもんな。なかなかね、いかないんで。いや、結構バジリスク絆打ってるんですけど、はい、やっぱフリーズ引いたことないんですよね。難しいよね。放送でも大昔とかになんかね、バジがまだ導入されてすぐぐらいの時はなんか結構こうね、祝言とかも出てたと思うけど、最近はやっぱなかなかね、出ないよね。巻物吹ければストックも期待大でね、
天卓のムキムキの背中を見せてくださいお願いしますって言われて鍛えてはるからね。あ、終わるやつや。わからん、あのおぼろちゃん走ってくるかも。ケンケンは歌も普通か、ストックないな。あ、ですよね。あ、やばい。あ、おぼろさん、あ、残念でした。早ない。今日は一撃枚数対決ですかって出ますけど、これどっちもあれよね、一撃あの単発で終わったらどこいどこいやけど。あ、そんなに2人罰ゲームそう、うまい。これ継続したらもうケンケンちょっと有利やもんな。さあ継続するかどうか。おお、おい、おかしいんちゃうんか。やりました言うてんね。めっちゃ早い。やってるやろ。押すめっちゃ早い。それは使ってるやろ。きたー。え、無双一戦入れるの。いや入れてほしいな。無双一戦入れるの。入っちゃう。さあどうやろう。いいタイミングで引いたね。さっくり確定。いやなんか出だしがいい感じですね。天高はおぼろちゃんに嫌われたってことで OK です。天聖様に好かれればそれでいいんです。なるほど。あ、ケンケンいい感じで引いてるな。俺もフリーズは引いたことない。直撃振動術は2回引いてんのにっていうじゃん。などね、そっちの方がおかしいじゃないフリーズ引けててもおかしないぐらいのあれよね。いやでもね、撤去までにやっぱフリーズって引いてみたいですね。そうですね、まあ大体のお店はね、こう12月が多いんかな、撤去ね。でまあ、認定とかの関係で、まあ、あのゴールデンウィークまで使われるね、かあのお店もありますけど。そうだね、年内はやっぱバジゴッドファーですね。あの辺はやっぱみんな打ちに来るのかな。あれ、ケンケン振動術引いて天卓に股間ハリセンお願いします。すんまいね、引けたらすごいね。お、なんでそんな引き強いね。なんかレア役えらいが落ちるね。あ、弱心で入った。なんか乗せまくってるけど大丈夫。おかしいんじゃないの。あ、でも天卓さんも同色やね。お見事。さあ、2回目入るかな。おいしいおいしい。天卓さん割とコロコロ変えるタイプ。ちょっとね、気分で変えたくなる、ね、なるほどな。山形から見てますってね、いつもありがとうございます。天卓、鼻にティッシュ詰めてこんばんは。風邪ひいてんのかな、うん、福島からこんばんは。ハロウィン楽しもうということで。そうですね、10月ハロウィンですけど、なんか天卓さんコスプレとかしないの。重曹はえ、コスプレ僕がして誰が天卓さん何でもできそうやけどな。シミケンのマネとかやってるじゃん。勘弁してくださいよ似合いそうやけどな。ハロウィンね、出すね。ケンケンとかやったらちょっと女装とかやれって言われるかもしれへんよね。ね、スカート用意しとこうか。スカートお前な可愛くやってもらったよな。お家からこんばんはってね。今日は慌ただしい。そうですね、キコちゃん中毒者でーすって言ってますね。ありがとうございます。天卓の腹筋、あ、腕立て伏せを見たいということでね。おかしい、おかしいですギネス記録に挑戦っていうのもね、やってもいいけど1700回ってできんのかな。無理。あ、絆ついた。こんな速度で腕立て伏せしたら1700回いけるんねえ、すごいね。もう腕立て伏せばっかりやってる人とかやったらやっぱできんのかな。昨日のあの愛の強い放送を見てから今日打ちに行っちゃいましたとか。昨日ね、多分窓紛を見て打ちに行ってしまったってことやな。ねえ、天卓元気してたんですか。あ、元気ですよ。ねえ、よかったよかった。見に来てくれたらいいのに。ねえ、広角確定ってね、ストック2個は上手。巻物引きたいなーって。そんな上手な。なんかね、そんなにバジゲーム性わかんないですとか言っててすごいさらっとってるけど。それはひどくない。ね、似合う。緑広角以上確定でね、絆きた。いやね、おかしいおかしい。なんかあれやね、得意機種になりそうやね。明日朝一で小指のイボを局所麻酔で切ってきます。痛い。なんか麻酔入れるのが一番痛そうやね。まあでも、早めにね、治療していただいて。
傷がね早く治ることをお祈りします。はい、ペヤングの放送は愛であふれ返りすぎてたんで、ね、ペンタク筋肉って言われてますね。勘弁してくださいよ、まあ、伊藤やろペンタク筋肉、はい、昨日が1時間でいろいろ愛を見せたから、そうですね、愛、あんなに愛あふれる放送もなかなかないな、確かに、ね、なんで1時間でこの窓マギに愛を見せれるの。あのね、豊中みなみはちょっと装飾がね、もう窓マギ一色みたいなとこがあってもうね、フィギュア特注で作ったりとかね。でも昨日は窓マギ初代と反逆かな、二匹者やったんですけど、初代は初代でね、ワルプロ入ったし、反逆は反逆で悪魔ホムラちゃんとね、くるみ割りの魔女出て、1時間で、そうそう、なんかわちゃわちゃしてましたね、昨日は。確かに今日は天井まで行ったら皆さんの付箋の約定を解いてくださいって言ってます付箋の約定は晴れていい感じになろうと。ちょっとやばいじゃないですか、8割、放送時間の8割もハマってますそうやな、まあまあな、1時間ちょいで見せるってなかなかね、ほんと厳しいけどね。なんか全力で回してね、700ゲームとか。そうですね、天井はまあ大丈夫なような気もするけどピヤングのホムラへの愛が怖かった昨日の配信。ペヤングに触発されて反逆強を打ったら中段チェリーも特殊役も引いてきましたってことで、あ、すごいな。すごいですね。大体ね、ニコ生見てね、イメトレして打ちに行った日って負けんねんけど、よかったら、まあ、勝ったんかな、おめでとうございます、ね。プライベートに限って負けるんですよ。そうそうそう。放送で見せた次の日はね。ペンタクさんは食べる系で苦手なんありますか？辛いの、苦いの、酸っぱいの、粉系、蒸し系などなど。辛いのですね。あ、辛いのダメなんですか？いえ、辛いのダメなんですよ。一回ね、高校生の時にココイチの10辛を食べに行ったんですよ。なんで自分で罰ゲーム？もうそれ以来無理ですね。あ、そうなんや。はい、辛はやばいでしょ。苦くて。あ、またやばいやばい。なんか、ケンケンやばいな。おかしいおかしい。めっちゃ見せてるやん。おかしい。プライベートで勝てない。もう絶対あれやで、明日とかプライベート行ったらあかんで、ね、絶対負けるから。これはもう言うとこ 100% 負ける。あ、でも天竹さんもまたね、マジレスクチャンス、ね、4回目。はい、これもあれやな、喧嘩あれやな、放送時間内ずっともう出っ放しパターンやな、多分。白は引けないでしょ、またそんなタイミングかってね、確定。天竹くんの呪いが来ました。えレバー叩いた瞬間やったから自分やと勘違いしてややこ欲しい。絆で1対1になると、焦る。絆あるある。絆が光るといきなりレア役が出ない。あ、さっきね、確かにケンケンこのだよ。絆とね、もう一個緑もついてたもんね、ランプ。ペヤングは会社の経費でとんでもないもんを注文してた。奴の趣味全開で重すぎた。店員さん店員さん早すぎるやろ。早ない昨日は卑猥店長来てから放送内容がピンクだった気がします。あの卑猥店長っていうのは阪急豊中の村井店長ですね。あ、卑猥なんですか。あの人はだいぶ卑猥ですね、はい、キコナチャンネルでも1に合わせぐらいのドス黒い人ですね。いやいや、それだけ聞いたらすごくヤバい人なんですよ。そうそうそう、本当本当。だってもうね、ほんま昨日誰も思いつかんようなことばっかり言うてて、例えば初代窓マギの演歌の断り中に、はい、雷がドカンドカンで鳴る時があって、 あの時に窓かのパンツが見えるとかねつけるそうそう、その何やろ、風がバーって鳴る時にちょっとその三角ラインが見えるっていうのをしきりに連呼してて、そう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 、もうなんか何の放送かよく分からへんかったけどね、昨日はね、村井さんは四天王の一角、そうですね、ゲス四天王の一角やもんな。 R 指定ですね。これ昨日見たやつだ、ホッパーエラー。完全に修学旅行の中学生の会話やった。そう、もう大体中2やからね、やっぱな精神年齢はそのまま。え、なんでそんな出るの。なんかあれやね、すごい朝一から調子いいって感じやね私のバジはいつものバジなんですけどいつものバジ確かに、これ一緒に打ちに行ってね、ケンケンだけ頑張ってくれたらちょっと楽だろうけど、乗り打ちやで、これ乗り打ちって言って自分だけ出だしたら、いやいや、そんなん聞いてないとかね、だって喧嘩なるパターン、間違いない、うん、着物助かばいさん、そう考えたら神津島移動結構多かったねって言ってますね。そうですね、そうですね、結構放送出てくれてたスタッフさん、今やったらもうあれかな、
あ、でもあれか、福田さんとかもね、あの、ね、しゃくれ、しゃくれライオン。そうそう、もおるし、あとは、さあれ、あの子やね、純一ダミストソンか。あの子がおるな。確かに。さやない君とかね。そう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 、若手のね、子もまだ頑張ってますからね。伊藤見てるか伊藤もめっちゃ伊藤見てる。そうやな、これでね、祝言とか見れたらほんま最高やけどな。これじゃあ、ケンケンまだストック何個ぐらいあんの ?2、3個残ってんの？もうないストック、ほんま？なんでそんな絆広角つくの？ほんまっすね、また赤ついてるわ。なんで？ここで霊薬欲しいよね、ほんとに。何も引かれへん。前村さん的には罰ゲームシナモンが一番用意が楽ですか？いやそれは何もないのが一番楽ですけどね。もう楽。まあハリセンはもういつでもあのトランクケースの中入ってるから別にそれやってもらっても全然ね。ないと思って安心してた。いやケンケンがちょっと頑張りすぎてるよね。おかしいおかしい。そうそうと広角をコンプしたって。そうだね、確かに3つあれやね、バラバラやけどついたもんね。もう一個ぐらいストックあるかもしれないよーって言ってますね。正直な話そんなに知らないんですけど。そんなに知らないんですけど。絆広角ってテーブル決まってるって聞いて。あれどうなんやろう。いいんかな。まあ歌は変わってないけどな。え終わるんちゃうの。やばい。終わるんちゃうの。あ赤文字。終わらへんやん。終わらないよね。今日9時過ぎに80回あたり右肩上がりの絆が開いてたけど、1万5000円しかないのでやらなかったら案の定出てました。9時過ぎっていうのは夜の5時、朝の9時、昨日が80回ってこと、当日今日が80回ってこと。夜の9時過ぎからバジリスクは打てるのか。あ、打てんの？あ、そうなん？あ、打てるんよ。相当攻めてるように感じるんですよね。すごいね。私も大体もう9時半ぐらいには帰ろうっていう人やから、すごいね。打てるんやな。多分ジャグラーでワンチャンチャレンジしてる頃ですね、僕は。あ、そうなんちゃう。それね、最後のあがきやね。悪あがき。わかるわかる。私ももう9時半ぐらいやったら一瞬一瞬混合機頑張ってるぐらいかもしれない。ちょっとだけ出えへんかなと思って。そうそうそう、ワンビッグ、まあもしくは1ゲームレイしたらラッキーみたいな、ね、そうですね。あるある。あ、そうね、9時からでも全然マジ打てんねんや、すごいね。罰ゲームパクチーでもいいのよってね。終わらないよ、4回会話したから大丈夫。朝8時やばいっしょ。じゃあ、前日が80回かなと思って、その今日の夜9時。うわ、すごいね、夜9時から打てるんだね。甲賀忍法帳、水地の巫女が流れたらストック確定ってね、ワイルドアイズ流れたら2個以上です。そうそう、ワイルドアイズね、やっぱ聞いたら嬉しいよな。あー、ノリノリですね、あれ聞いたらもう。マイマイさんは電車、車移動ですが、電車移動時代に職質受けたらどうしようとか思ったことありますか？いやー、私ね、でも職質1回も受けたことないけど、なんか家でした子みたいに思われてたみたい。周りのなんかお客さんとか。お客さんというか、なんて言うやろう。やっぱ海外旅行のお客さんとかね、旅行客やと思われてたみたい。そうですね、お荷物がね。そう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 。中国系の方とかね、韓国系の方が、やっぱトランクケース持ってるじゃないですか。まあ、電車降りて、一緒のとこでタイミングで降りて、一緒の方向進んでたらもう、全然なんてやろう、同じ人種に思われとったね。だからタクシー乗るときもね、ジャパニーズ、チャイニーズって言われるから、いつも、あ、日本人ですって言って、あ、ごめんごめんってよく言われるんだけどね。それはもう向こうも安心したりして。そう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 。夜中の、なんじゃあれ、1時とかかな、まあ、梅北のね、放送の後とかもタクシー乗るから、そういうときはいつもタクシーのおっちゃんが降りてきて、日本語大丈夫とか言うから、日本語で行けます行けますって、そんなんはよ、そうよう言われんねん、あれほんまに、あのクソでかいトランク持ってたよ言われる。あ、終わってもうたやん、ケンケン500枚フィニッシュぐらい。なんか聞いた内容にしては地味な終わり方したな。もうちょっといけるかな思ってんけどね、なんか思ったより早かったな。今日チェスルーやったなってね、チェリー引くの遅かったなって。ああ、絆高校でやれなかった。
夜9時に秘宝太陽の第二天井天井狙いしたバカは私です、ね、すごいね。みんなまあまあ頑張んねんな。そうやね、確か夜9時以降のもうスロットでちょっと打とうもんはやっぱジャグラーとか A タイプなるもんな。そうですね。そうか、でもね、ケンケンは全然バチいけるとか言ってたもんな。9時50分に勝負でシンフォギア打ちます。それで万発出したことあります。わあ、すごいですね。まあ、9時50分にあって、もう10時までに当たって、10時過ぎぐらいに最終決戦入れば、まあなんとか頑張れるかな。1時間ぐらいあるもんな。まあでもそんなんようやらんわ、もう怖すぎて。あの一応ね、大阪のホールさんはあの持ち越し遊戯ができるお店も結構あるんですけど、あ、そうですね、そうそうそう、シンフォニアとかはね、やっぱちょっと持ち越しさしてくれないお店の方が多いからね。そう考えたらもう10時フィニッシュかなと思いますね。頑張っても、ね、10時過ぎたらちょっと厳しい、ね、ちょっともうね、あとは肩トントンとされるかっていう、あの戦いになってくるから、そう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 、100%ST とかやったらね、次の日休みやったらちょっと頑張ろうかなとか思うけど、そうですね、そうそう、新方やな。まあ確かにもう夜9時以降ちょっとこう一瞬一瞬混合機でね勝負される方多いですね。確かに、そっか。あ、でも確かに閉店前まで結構あのお店入った時にあの絆はやっぱ座ってる人多いもんね。座ってますね。でもそこギリギリまで打とうっていう人なのかな。じゃあその80回の第6回当たってまだ続いてました。あ、そんなすごいね。その9時過ぎでってことやな、すごいね。まあでもそれやったら頑張ってやっぱ1000枚くらいは狙えるのかな。やっぱ純増多いからか、残ったらやっぱり後悔しちゃいますよね。そうですよね。あと30分早かったらとか思ってまうもんね。バジ絆 ね、強い役引いて、そうそう、確かに、ね、バジ絆こんな軽かったっけ、私よく天井行くっていう人もいますね。まあでもバジも割とね、こうデータ見ながらこう台も座ってはる方も多いからな。スロも持ち越しありにしてほしいってね。いや、スロットはね、ちょっとこうやっぱ設定使うからね、それで無理っていうのもあるんやけどな。でもパチンコもね、今設定付きのパチンコはあの持ち越しダメになってますからね。まあそれはね、もう仕方ないね、ルールやから。仕方ないです、ね、この先有利区間あるからいいやん。あ、6号機な。いや、もうオールナイト行くしかないですね。あ、まあそうやね、三重とか、あとは延長営業かな、はい、京都とか、あとどこや、どっかね、あのそういうちょっとお盆の時期とかはあの延長営業してるお店もありますもんね。そうですね。え、そういうの行きます、延長営業とか。全然行ったことないんですよ。やっぱどうなんですかね、こういう業界おる人ってやっぱ一回は行ってみたいんかな。あ、一回行ってみたいですね。あ、行きたいんや。あの特に正月オールナイトとか休みがもらえなかったりするので。あ、そう、まあそうだね、大体はそうですね。みんなになんか羨ましい目で見られながら行きたいな。行くん、くっそみたいな。お前らは仕事しとけよみたいな。確かに。え、ケンケンはどう、行きたい、そういうの。あ、オールナイト行ってみたいですね。あ、行きたいんや。いや、でも行くんやったら若いうちの方がいいよね。ある程度年いったらもう絶対、ね、もう起きてられへんと思う。めちゃくちゃしんどいでしょうね。絶対しんどいと思う。まあ本当ね、まあいつまでね、ああいうのもこう開催されるかわかんないからね。まあ本当にあるうちになんかこう一回思い出としてね、なんか語り、こうそういう話もねしてしたいよね。あれしんどかったでとかね、あの頃はな、そう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 、四号機のことを語るみたいな感じでね、そういうノリでこうね。そうそうそう、絆って今年いっぱいで撤去でしたっけってことで、まあ、あのお店によってねちょっと違うと思うんですけど、まあ、そうですね、大体はでも12月の入れ替えで、なくなるお店の方が多いかなと思いますね。女子のいる延長するお店は行けますってね。いや、これ持ってますね、羨ましい、はい、オールナイトの前に今週の3連休に台風直撃でうちに行けない心配で。昨日、一昨日まではね、結構関西直撃や言われてたんですけど、昨日の進路見たらなんかすんごいブーメランになってて。あ、そうなんですか。そう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 。次、前回ね、ちょっと千葉県の方が雨の被害すごかったけど、なんか同じコース取るかもっていう風に言われてるんでね。あれもなぁ、ちょっともうどう対処していいかわかんないよね。そうですね。お、なんかまた巻物の引いてるけど、なんか君だけ楽しそうでええな。確かにもうプライベート失ってるもんな。やっぱこのままやったらちょっと天卓さんマジで罰ゲームなので、マジ勘弁してください。え、勘弁してくださいよ。え、天賢が天卓さんのものを芝くっていう。確定。
あ、まだ確定した。あ、激アツ。僕もね、一応あの確定狙うんですけど止まったことないんですよね。まあ、もちろんフリーズしたことないが当然なんですけど、めっちゃ狙えよ、俺と。12月で撤去する店多いなら、実機中古で安くで買えるかなーって言われてますけど、どうやろうなー。あー、どうなんですかね。一応ホール店設置してる分とその中古機で売ってるのはちょっと違うからなー。はい、あー、どうやろう。まあでもそうやね、台数は増えるかもしれないから、そうですね、もしかしたらあの手に入る率は高くなるんちゃうんかな。ちょっとしばらくかかるかもしれないですね。まあまあ確かにね。じゃあ今日の罰ゲームは天卓で辛いもんでいいですか。確かめしてくださいよ。お二人は何回目の初当たりになりますか。これで6回目ですかね。そうだね。ケンケンわかる？なんて多分マイクが遠いんかな。今多分サンスルーぐらいしてる気がする。サンスルー、サンスルー、サンスルー。ケンケンは同色2回やったやろ。でこれで4回目、3回目か。天卓さんはサンスルー。はい、いつものマジです。天卓さん初当たりは天卓さんの方が多分早いかな。あ、そうです ね回数は取れてる感じしますね。6、7回多分入ってるかな。でケンケンが多分3回か4回目。今日チェリーいっぱい引くんですけどね。やっぱあれなんかな、そのあのテーブルというかあれが悪いんかな。ここじゃないということ。おかしい、おかしい。赤帯になってもなかなかいかない、いつもの傷がいつもの傷が。開幕単発で負けるって王道パターンですね。ねえ、出だし調子良かったのにっていう ね何も引けなかったっていう。朝一早めに当たり引いてよっしゃー。ちょっとね、油断したらこんなことに。そうなんですね。まあ、まだケンケンの展開の方が良かったよね。まだ何枚か ねこうストックあるから、持ちメダルができて、そう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 。で何回かのチャレンジでこうぶっ込んで、あとは続くだけっていう。まあ男女屋敷ね、また入ってるので。そうやな、私も結局バジリスク絆打たんと終わりそうですからね。あれ打たれたことないんですか。私スロット打たないんですよ、ほんまに。あのパチンコばっかりなんで。すごいシンフォギアが好きなイメージですね、やっぱり。そうですね、あの神戸市まで打たせていただきました。ずっとシンフォギアな。いや、もうでも最近はシンフォギア打ってないですけどね。あ、そうなんですか。最近はまあなんかチラホラー、まあライトミドルはね好きで打ってますけど。じゃあもう、そう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 、いろんなのは打ってるかな。逆襲のシャアしかないですね。逆者もあれなんですよ、まだ1回しか打ってない。あ、そうなんですか。あのマクロスデルタばっかり打ったあの用具になってます。ちょっと可愛い方に行っちゃうんですね。そうそうそう、あの 歌がね、かなり良かったんで、あの面白いやんと思ったら、もうめちゃくちゃ用具になってますね、今負けまくってるっていう。なるほど。え、ケンケンパチンコは打たないの。あれやね、百花繚乱か一騎当選言ってたもんね、さっき。あ、そうです。そうそうそう、萌え台をよく、萌え台ね。そうそう、今日ちょうどね、だからあの意気当選ね、あの実はまだアマデジの放送はやってないなと思っててね、ケンケンもし打ちたいんやったらそれでいいんじゃんって言っててんけどね。で、またね、なんか機会あったらちょっと意気当選について語ってもらおうかな。あ、赤、ありがとうございます。ありがとうございます。当たった。これは当たったでしょう。スルーじゃない、大丈夫。ちょ、勘弁してくださいよ、マジで。もういやいや、もうこれ今天卓さん罰ゲーム大手やから。そろそろ、あ、次回来た。各つそろそろね、まだまくれますからね。まあ異色やけど、どうでしょうね。黄色、黄色、ランプ黄色。千人、これあれやね、この天卓さんのやつはあの今最初天然やって、おぼろちゃんやって、今玄之助なんで、今順番でループしてますね。玄之助、玄之助がやっぱ楽しいな。どうなんやろ、やっぱこれ天然の人多いんかな。でもあれか、設定カンパするんやったらやっぱ玄之助なのか。そうですよね。ねえ、あのベルノンとかあるもんね。次は天然で当たれば、当たれば当たれば当たれば。激寒すぎるんですけども、特に何もないっていう。しかも緑のままっすね、帯何も引かないし、緑のまま。あ、これはきつい。4する、
天井行っちゃう。弱い。やばい。あー残念。25パー取れず。どこぞの店で昼放送したらがっつりへこまされて毎毎トラウマになっちゃったんだよ。そんなわけじゃないけどな。まあちょっとまあちょっとしんどいや、もうまあちょっとまあまあお腹いっぱいやなと思ってちょっと今あのお休みしてる感じかな、はい、友達にマクロスデルタ打つの好きって言ったらパチンカって M なのにさらにド S の台好きってド M なのって言われました。わかるわかる、ド M って言われる気持ちよくわかるけどね。でもなんかそのね、あそこでラッシュ入れたった感がたまらんよね。それかそれで打ってるんかなって思ってますけどね、はい、いやいや天卓さん天然やったら入ってたって。そんなたられば言うて。たられば言うて。ほんまやね。フリーズしてくれんかな。まあでもね、言うてバジーもやっぱ6年ぐらいかもう経つから、そんな長くねこう愛される機会になると思ってなかったけどね最初は。なんか変な台出たなって最初思った。天卓さん6年前は当時は何やってたんですか。あ、当時も別法人おったんかな。 別法人ですね。あ、そうなんや。働いてまして、でまあマジは変な台だった。変な台やと思ってました。出た瞬間変な台やと思って。最初はそんなに人気なかったですもん ね確かね、台数もそんなに多くなかったですしね。最初ほんまに変な台やっていう評価やったんですか。まあそっからあれやもんね。そうですね、実は面白かったやん。面白いとはなんかね、バジリスク私多分初代かなは売ったことがあって、なんかすごい肩コロ台やなと思ってからあのバジをちょっと敬遠してたんです。そうそう、ね、バジリスクチャンスからそのバジリスクタイム入れるのがすごい肩コロ台やなと思ってたから、そうそうそう、それでちょっとねバジはちょっと敬遠したなっていうのは今思い出しましたね。ケンケン6年前はいくつ。6年前21です。21、はい、バジは知ってたの。はい、まあ、6年前も重装店にいたんで。あ、そうなんや。あ、じゃあ結構シャレキーウか長いんや。はい、はい、あのアルバイトでいたので。あ、そっか、6年前やったら。え、でも店長じゃ結構知ってるってことやね。じゃあ私が入ってた平海店長。誰店長。平海店長っていう方。あの今本社おられる方やね多分ね。じゃあねか、細田店長の時はおらへんかったんやな。じゃあ、はい、そうやね。そっかそっか。クイーンズブレードの放送をお願いします。アルドラが見たいということでね。あのクイーンズブレードは新台は10月20日からかな確か最速解禁がね。やると思うけどな、私もクイーンズブレード好きやから見たいけどな。ちょっとね、面白いスペックがねかなりいいので。まあ今でもね2のライトミドルとかもねまだ頑張ってるから。2は人気ですね。もうレイナバージョンはやっぱね、あのミドルやけど継続率かなりあるから、やっぱりあの台はいい台やったなと思いますね。やっぱねパチンコは才能ないですね私。やっぱゲーム、やっぱあれかな、ゲームとか罰ゲームせないかんな。パチンコね、やっぱなんでか知らないんですけど、はい、出るイメージが全然わかないんですよね。あ、そうなんですか。多分人生で万発もほとんど出てない。本当？ほんまなんですよ。え、じゃあスロットの最高枚数とか覚えてるんですか。スロットは1万2000枚ぐらい出したことがあるんで。万枚は達成してんねよ。そうなんですよ。ケンケンは6000枚か7000枚。おそうか、そうやな。私も多分スロットは本当にあれやね、5号機のほんまにA タイプとかばっかりやったから、頑張っても多分6000枚ぐらいがあれやったな。万枚出たらすごいですね。万枚はないね。でも多分その後6000枚もエヴァンゲリオンの魂の奇跡とかなんかあの辺やったような気がするけどな。そうそう、もう丸1日売ってた覚えてるわ。一応カチカチくんの方が使ってたからね、その当時はね。そうそうそう、エウレカの初代とかまでは売ってましたけど、もうそれ以降はもう全然わかんない。エウレカ初代打ちたいですね。ねえ、本当に面白かったから。まあ2もね、もうちょっと転居になっちゃったからな。そうですね、残念けど。私が6年前に売ってたのは麻雀物語、ローズテイル、ロミオとジュリエット。あー、めっちゃ昔やな。ローズテイル懐かしいですね。あ、知ってんねや。豊丸さんよね、ローズテイルね。あー、なんかあの枠みたいなのついてるやつ、ね、あ、そう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 。今ね、あの花ハイとなんかコラボで確かまた出たんよね。そうですね、新しいの。ロミジュリとかめっちゃ懐かしいな。
6年前どのくらいやろ。戦国乙女2とか。戦国乙女 2もユーパチのタイプはよく売ったけどね。ああそうですね。それね、2013年の場合ね、なかなかミドルは打たなかったんですね。結構あとあれか、スペックがいっぱい出たのは3からやったかな。確かね、ミドルもあったし、なんかマックスもあったし。乙女といえばアマデジって感じします、ね、そうですね、アマデジでもだいぶいかつかったからね、当時の場合。赤城とかもあったんかな、アクエリオンとか。懐かしい。あと米米クラブとかありましたね。そうそうそう。あと銀エーデンか、銀河英雄伝説とか。ちょっとしょぼかったけどね、役もめちゃくちゃ。そうですね。今ちょっとね、サイト見てるけど、あ、北斗の拳、覇者も6年前ですって。あ、覇者も6年も前になるんですか。多分役物が左右にあったやつかな。なんかケンシロウとラオの、で、そうガチャンガチャンってなるやつかな。ゴルゴとかね、あと、なんやろ、セクシーフォール。これ初代か。うわ、元祖ハロープロとかあったんや。これ売ってたで、元祖ハロープロ。あと、南国育ちのね、ハワイバージョン。南国育ちいいですね。冬ソナファイナルも6年前。G1 ドリームも6年前だよ、あれ。まあ、やっぱ今、ね、でも、売ってたな。売ってましたね。売ってましたね、今、こんだけちょろっと出てたけど。スキージャンプペア。何売ってたかは覚えてないですけど、確かに売ってた。バジリスクタイムみたい、お願いって言われて、ね、ちょっとここは天卓に頑張ってもらわないと。鬼ハマりだした。クロユリ団地。ロミジュリ豊丸で協力した。クロユリ団地ありましたね。クロユリね、ほんとあれ、マックスの ST かな。もうすごい、どうなんって言われてたけど、結構良かったもんな。継続率で 80% ぐらいあったもんね、当時ね。風雷の試練とかもか。そうか、もうこんな前なんやな。私がもう一番好きやったウルトラマン太郎の暗黒の逆襲も6年前なんですね。あ、出た。つらい。あ、男女まだ来た。ボタバラ覚えてる人いる。あ、覚えてますよ、ボタバラ。だいぶスペックしんどかったけどね、あの台。乙女3が6年前ですね。ガロファイナルも6年前。ガロファイナル。そうですね、さっき言った黒よりも6年前か。おー、ちょっと待って、またケンケンやな。しかも今花火柄やった。軽くねしてた。なんでなん。天卓さん、男女屋敷行っても全然あれ。さあ、同色来い、同色来ない。どうやろう、来い来い。乙女3は神台やった。なんでそっちばっか当たるん。ケンケン、一回天然やってみてと言ってますけどね。ビート X、あ、ビート X も好きやったな、言ってた。綱取り。そうか、もうこんな前な。異色やな。さっき5年前かってね。さっき偉大ですね。そうですね。面白い。なんかキコナチャンネルでも放送やったの覚えてますわ。あと、日暮らしの、最初の日暮らしかな。あれも6年前。ボトムズ、金田一の事件簿か、V 役物がバーンって出てくるやつね。あれも6年前。懐かしいですね。そうやね、6年前はむちゃくちゃ売ってたな、私も。UFO ラッシュとかもめっちゃ売ってたし。今は亡き奥村だけど。ルーキーズもあったし、必殺仕事人のね、お祭りワッショイも6年前。ケンケンの好きな百花繚乱のサムライガールズの方ね、あれも6年前ですって。そう、6年だって。カサスのも6年なんですね。そうか、発光機とかスレイヤーズも6年前なのか。発光機ありましたね。懐かしい。懐かしい。発光機意外にいい台やったんやね、あれ。継続率高かったし。もう V3 とかも6年前なん、もう怖いわ。生きていけるかな。なんかむちゃくちゃ怖くなってきた。消されたロパンもだって6年前なんか。ああ、そんなに前になるんですか。ですよ。みんな、やばいな、もう。ねえ、ルルーシュ、反逆のルルーシュも6年前。一期当選の2も6年前か。ああ、いいな、やったなあ、じゃあ。すげえわ。あ、どっちもあかんやないか。何事もなく。やばいやばいやばい。B どっちも当たる。ルパンのワールドイズマインから消されたルパンの流れは神でした。消されたルパン面白かったですね。ルパンの流れも多分あれが一番ヒットしましたよね。そうですね。ね、百花繚乱も当たって、戦って負けてラッシュ入らなかったよなーってね。そうやな。強楽ギアスもそんくらい。そうそうそう。今言ったけど、強楽ギアスも6年前ですって。
そう考えたらもう6年前か。すごいね。時代って怖い。もう早すぎて怖いわ。時の流れは早いです、ね。いや本当ね。まあだから6年前ぐらいのね機種のリメイクとかもどんどんやっていってもいいんちゃうかなと思うんですけどね。小当たり全盛期やったよね。小当たりちょっと過ぎた後かな、6年前は。もうあの冬ソナファイナルとかになってたから。ちょっとその2、3年前が多分あのキン肉マンとかね、あのジョーとかなんかあの小当たりラッシュばっかりの機会が流行ってましたね。小当たりはひどかった。あのカウンター、あのね、小当たりカウンターがちょっとややこしかったよね、あれね。セグちゃんと見なあかんし。主任、もうすぐ1時ですよ。ちょっと勘弁してください、もう。刑事2ラウンド通常、う、頭が。懐かしいな。小当たりって一気当選ね。一気当選のね、多分初代かな。が、もうむちゃくちゃ小当たり多かったんですよ。マックスタイプで。あの、枠レインボーなってんのに、いつ当たるか分かれへんっていう恐怖がすごかった。地獄ですね。そう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 。マックスやからよね。全然当たらへんかった。カフェーナーでも100分の1ぐらいまで、ね。そうそうそう。だからもう全然500、600まで引っ張られる可能性があったんで。ギアスの潜伏もあったね。そうですね。まあでもギアスの潜伏は一応 ST 扱いやから、まあね、あの回しても70回、80回までやったから。そうですね。あの終わりが見えてたから。そう。マックスの潜伏ほど怖いもんはなかったね。そう思ったら皆さん売ってたね。すごいな。今考えたら全然そんなんもう考えられへんけどね。ミランド確変が 20% くらいあったり、通常時の突通とかあ。ありましたね。刑事のやっぱね、初代とかザンはやっぱりしんどかったな。セグ見てやっぱ絶望とかあったし、一瞬やからセグ 見逃したら終わりとかあったもんな。ギアスも潜伏があった、あったあった。一気当選の左打ちの100回とかゴミやったよなって、ね、ただ確かに消化はむちゃくちゃ遅いけど、でもえね、あの一気当選の2はもうやっぱいい度合いやったで。富士の鬼太郎で潜伏から300ぐらい回された悪夢が蘇りました。そう、この当時はね、あの潜伏がやっぱね、つらかったね。暴走モードループもありました。そうね、へそと電サポで、あの当たりがね一緒やったら、2ラウンド各辺ばかり引くとかあったもんね。ありましたね。エヴァとかそうやったな、確かに。天太くん、そろそろ股間針線のお時間ですよ。マジ勘弁してください。まだまだある、ね、まだフリーズ引ける。まだ諦めない。まだ諦めない。確かにあのレバーオンしてる限りはね、あの誰にも権利はありますから。聖夜の小当たりのジェミニの当たらないこと、どうして当たり確率より多い小当たりを引けるんだろうって、ね。なんか操作されてると思いますよね、あれ。売ってるときはそう思ってまうけどね。もうでも確率に従うしかないもんね。違いないですね。チェってなるけど、まあでも逆にね、その早めに当たり引いて大連チャンしてイエーイってパターンもあったから、なんとも言えへんよな。地獄少女も小当たりの方が絶対多かった。地獄少女のあれ初代かな、あのランプが真ん中についてる分ループしてましたね。そうですね、あれもほんま U パチでもきつかったわ。きつかったですね、確かに。美空ひばりの台で潜伏確変10回くらい連続で引いた。いや逆にすごい。逆にね、あれ潜伏引いてもう一回潜伏はやっぱやめてほしいよな。もう当たったら次もうあれよね、ちゃんと当たりにしてほしかったね。そうですね。俺らってすごいよな、あの小当たり乗り越えてきたやつ。潜伏ループはほんまに辛かったですね、うん。いやー、ほんまに10年前ぐらいからのね、こう作題ですけど、ほんと今の方たち、多分それ売ってたらもう発狂するかもしれへんね。あ、ねなくさん、また、これ、もうそろそろ来るんちゃう？じゃあ、天然？さっき、まあ一応ね、確定出てたけど、まあ天然さんで当たってるから。お、あ、レインボーや！え？あ、お、あ、おもろやんけ。おもろやんけ、あレインボーで出た今。なんで、天然さん、潰されていくね。なんでそんな上位互換出していくの。小当たりでデータランプ上がってどれだけイラッとしたか。ブルブルしてた。天然様言われてるけど、ちょっと天然様無理かな。ここで引けば。そうなんですよ、当時はね、その小当たりランプカウンターがあんまりちょっと意味が分からへんかったからね。あー、ついてましたね。キン肉マンとか何回肉出んねんって思ってたから。まあでもあれはあれで楽しかったけどね。さあどっちが入るか、見せ場取られたね。確かに。いやー、ならないか。まだ
か。最後のベルが。あ、これ何スルーですか、天卓さん。5スルー。5スルー。持ってない。あ、ケンケンは確定してるよ。まあ、確かにあのウーファーなってたね。ウーファーのあれか、異色やったもんね。大体ね、座った隣の人が出るんですよね。今日でも選んだわあれやろ、あのお互いでしょ、席どこ座るっていうのは。そうですね、ちょっと話したからあかんかったかな。あ、一個ね、ちょっとなんか仲悪いんかな思ってまた最初。今考えたらあの子あたりって絶対罰ゲームやったね。いやもう間違いない。いやもう今の機会から考えたらね、もうそう、まあそう考えたら今の台だいぶ親切だったなと思うねんけど、天卓主任罰ゲームおめでとう。勘弁してください。まあ確かにちょっとケンケンかな、見せ場を作ってくれたからね。そんな簡単におぼろ出えへんって。入った入った。さあどうやろう、歌普通やけどな。天卓さん結局一発目だけやったね。1時間打って1回、え、5対5。うわ、2つ、なんでなん、なんでなん、引き強っ。天卓五冠配信おめでとう。なんでいつものマジなん。つらい。ええなあ。来た、楽しそうやな。楽しそうやな、一人楽しそうやな。確定っす、確定っす。確定っすね。それ人間設定いうやつやね、天卓さん。いや間違いないね。強い、強いわ。本番に強いタイプやね。あ、強いわ。何もできひん、何もできひん。しかも同色きた。下皿なくなる。下皿なくなる。こうなると楽しいんですよね。隣が出てないと特に過去ゲス。同色きた。なんでやねん。かっこ悪っ、かっこ悪っ、今のかっこ悪っ。ハサミ挟んでみたけど、ちょっと二角出してみたけど失敗した。かっこ悪っ、真ん中揃わんかった。無双一斉引けようってやるけどね、ちょっとまああれもタイミングあるよな。あ、でもね、天卓さんも同色やけど。ラストチャンス、あ、ラストラスト、青かっこ悪って。圧倒的同色率、うん、あ、でもカットイン、これはあるんちゃうの。そろそろね、これ外したら6スローだもんね。6スローですよ、なかなかないですよ。いやー、どうやろう、レア役ないな。天卓さん6スルーの方がカッコ悪い。勘弁してくださいよ。11までもうすぐ。そうやね、初当たりは早いからな今。あ、いやー乗せますね。天卓さん天井11スルーやったっけ、出るわ、それ。クー言うてる。うわ、なんでそんなあっさり。天卓さんこれプライベートやったらやめてる、この台まだ早い、ミキの。いやもう期待値あるんで追いますね。あ、追うんや。でやめますね。やめるや。見てください、今日のグラフを見てくださいよ。よかった、よかったんすよ。4500枚ぐらい出てるんですよ。あ、そっから下げてんの僕なんですよ。下げてんねや。片やストック、片やスルー。勘弁してくださいよ。11スルーで確定プラス次回 BT 確定。話が違うじゃないですか。あと5スルー。ワイルドアイズ鳴ってるやん。なんなん。ノリノリやん。6スルーしたらもう追うよねって。もうね。ひでえ。
みんな大体どうなんやろ、3するぐらいやったらまだやめはるんかな。一応11まで頑張るんかな。これが朝一の展開やった時ですよ。ああ、なるほどね。ああもう6スルーして次入って駆け抜けとかもありますよね。心折れますね。絆あるあるある。あ、またなんでめっちゃつくね、広角。同じ機械な。あの、同じやと思うんですよ。あの、今日ユニバーサルさん電話してデモ機持ってきてもらってないはずですけど。なんで君だけ。めっちゃ楽しそう。いや、もう天卓さんと設定絶対悪いわ。全然楽しくないよ。楽しそうやな。なんで君だけな。いやでも本当、ま、今回あれよね、その AT 入ってる時毎回広角ついてるもんね。そうなんですよ。なかなかこんなんないよね。すごいよ。これ枚数合算したらあれじゃん、ケンケンの台1000枚頑張れるんじゃん。あ、合算すれば。いや、はい、さっきだって5、600枚やったし、今300枚ぐらいもね。プラスで今500枚ぐらい。あんまり、まあ、そこまであんまりはまらんかったですね。あんまりの違いにリスナーもびっくり。これ、乗り打ちやから。乗り打ち。いい絆と悪い絆が顕著に出ましたね。そらな、左の方がええよな。なかなか。3スルーくらいなら引けるけど、6スルーは引けなくなる。もったいない。ああ、もうあと5スルーやし、頑張ってまおうと思うかな。5スルーで天井まで持ってかれるわけですよ。サス6と小勢1やわ。赤文字やもんね。まあワイルドアイズ流れてるからね。ストック2以上やったっけね。ラストチャンス。誕生屋敷よう入ってねえけどな、あっちの台。あれ、あ、今ウーハーなった。ブルブルしました。あれ入った。もうこれは行ったでしょう。どう、移植や、え、同色やけど大丈夫な。7スルー目移植やったら確定。同色でも大丈夫かな。あ、多分これ大丈夫ですね。ほんま500天井やけど、まあまあコイン持っていかれるからな。もうやられますからね。まあ、コイン持ちはね、6号機に比べたらやっぱりそこまで良くはないよ。あ、同色だと確定ではないです。え、あそこで移植引かなあかんかったよね。え、いやいや、これもうスルーしたらもう終わろう。マジかよ。7スルーなかなかないですよ。スルーはやばいよね。なかなか。テズ様。いやいや、そろそろもう天然ドビューンで来るでしょ。また高額ついてる。同色か、あ、バジリスクタイム確定なんです、ウーハーは。あ、もうそこ煽ってるやん。いや、花火。すごい。なんでなん。いや、もうガンガン乗せるやん。あ、もう1000枚いくやん。あ、巻物で。あー、オーケー。よかったよかった。危なかった。7スルーはもうちょっとしんどいよね。ほんまに心折れ。弱チェでさらっと当ててきよう。まあでも高設定やとしてももうね、うまいこと噛み合わんとこここまでいかへんもんな。天然笑ってくれた。まあ元ちゃんなんですよね。あ、音流れてる。あ、ほんまや。ってことは次回は確定か。オーラでかい。まだあ。早っ。あ、急に来た。はい、玄之助。ここでもう総一戦引いたら俺の勝ちやったのに。ああ、7スルー惜しかった。7簡単に引けるよね。 なかなかないですよ、7スルー。そうっすね、あんま聞かへんし、配信でもそこまでないから。なかなか。ああ、つらい。これ乗り打ちやから。まあでもケンケン1000枚いったよね、これで多分。はい、いってる。はい。まあ枚数、その合算枚数やったらあれか、表記枚数やったらもう1000枚いってるよね。まあ、やっぱ純増多いって言ってやっぱ早いよな。ねえ。そうですね。まあ今、リゼロとかあるんでね。まあまあまあ、確かにね。ちょっとまあ、万枚突破しよう思ったら結構大変やけど。そうですね。まあ、本当にね、あの夜勝負とか朝一だけっていうのやったらまあまあ早いかな、瞬発力ね。天卓さんはこれ多分使った元は取れないよね。だいぶハマったもんな。今からっすよ。今からない。
まあね、どっちもストックが入ってあるから乗り打ちやから安心して打てるわ、はい、自分が出だしたらこうやって全然出へんかったらもうケンケンが嫌がるタイプやから、ね、個人打ちでお願いしますおおなんか急に来たねこうなったらねこうなったらもう面白いね面白いですね辛かった辛かった辛かっただいぶ待ったよねニコ生でこうなるとは思わなかったなあでも展開的に言ったらだいぶいい方ですよもう1時間何もないとかあるもんスロットやっぱりやっぱ天井まではまらんかったんでよかったよかったこれ乗り打ちやったらケンケン切れていいレベルや足引っ張んなやって言いそう今からやからプライベートなプライベートなでも残念ながらこのままいったら負けるから気ぃつけてほんまにほらほらほらすごいなでも、まあ、正直ね配信ねその高設定でもここまで風味いかへんもんないつもすごい同色すごいね。でもあれなんやろな、ホールでもやっぱこういい風に出るときってこういう感じの流れになんでやろうな、みんな。そうですね。なんでそっちだけ出るの？多分普通のバジリスク天卓さんですよね。いつものやつですか？俺らのいつものってやつですね。そうそう。バジリスクですよ。ケンケンの台はほんまに積もったときとかね、もうガンガン調子ええわってときのバジよね。あ、下皿戻ってきた下皿戻ってきたぞ下皿パンパンあったんですけどねよかったよかったケンケンは横見ながらドヤしてるよねプライベートやったらまあドヤしてもええレベルやんな横の人をチーって下打ちするやろうけど帰りにご飯おごってもらうなケンタクのも出だし悪かったけどね今は悪くないと思うよって言ってください今からでも全然まくれると思うんだよねほんまやねケンタクさんの立場でケンケンがドヤタバコされてイラってくるよねおいてなんでそんな引き強いのすごいななかなかそうはならんねうん簡単ではないな確かになほらほらということはお前やほら何もつかへんやろお前や広角つかへんよな今日はもうじゃあケンケンの引きはむちゃくちゃ今日の放送にバッチリ当てたんやな何もないいやもういつものやつ2連で終わるやつとかこれ歌流れまたほらまた広角ついたそんな毎回つかへんいや毎回ついてるねなんかなんなんやろすごいそうそうそれが我らのだろう天然めっちゃ刀振り回す天卓さんの方は奇数設定かなとかね入りづらくて入ったら続くような気もしますえ単発終了ですよ最初まあ同色はあれかでも緑とあれあ緑ちゃん青と赤はあれかどっちも出てたのかな、ね、完全にケンケンの方が高設定じゃないですかいやー確かにねケンケンの台本と同色赤も青も出てたしね青頭の方が多かったのかな異色ももう同色がめっちゃ多いってことは高設定ですよねまあ判別するんであればねまあまあちょっとあの回転数が少ないから何とも言えないけどプライベートやったらもうこの大当たり終わったら捨ててますねそうかそれはもう捨てると思いますよ もしかしたらケンケンので、ね、80% 継続ちゃうって言われてますねいやテーブルええとこ引いてるあでもテンタクさんねこれあれかストックあったからかな継続のですねテンタクさんは罰ゲーム警報ケンケンは帰り道注意報帰り道気をつけろって運が持ってかれてるかもしれないでケンケンのやつ最初の壁紙って源之助ですか最初の壁紙あれあの始まる時のあれ
壁紙ってどれやろ。弦の付けスタートですね。あのおぼろちゃんとかじゃなかったもんね。いやそうですね、声は聞こえなかった。白背景が見た。あ、継続したのやつ。そうそう、あの今日は多分入ってる時は2人とも玄之介スタートばっかりやね。そうですね、天然さんは見せれたらよかったんですよね、まあ配信でもやっぱおぼろちゃんぐらいかな、出てもね。なかなか天然は出ないね。なかなか、ほら白背景はあれ何やったっけ、広角ストックがあれか、もう確定してるのか。は70。あ、そうか、継続率があれか。継続率ということですね。ええの聞いてないね、確か。え、終わるでしょこれ終わるやつでしょ。結局天国さんこれ3連ぐらいストック。いやこれ2連目なんですよ。2連か、2戦目なんですよ。ストックないしね。白は66か 80%。 天国さんのは終わるよ。間違いなく終わるパターン。終わるか。ほら広角つかんでしょ。全然つかへん。おかしい。あ、ケンケンも今回つかへんかったけどね。船の4と4はねあーやばいかな。まだや、なんか弾けるかもしれへんで。でもね、まだ更新分返ってきてない。更新分だいぶかかるんちゃうて開始帳簿から。ケンケンはもうだいぶなプラスイキャンだな、メダル見たらね。玄之介相手の敵キャラで倒れるのに、天智は何しても倒れない全然強いですね。全然ね、不老不死やからねこの人。さあチャンスアップあるのか。終わる終わる終わる。わあやばい。いつものいつものやつ、いつものやつや。ああいつものやつやわ。天然様、天然待って。あー終わる。あー終わった。お前いつものやつやった。2連やっと。あれやな、ケンケンが終わるかどうかやな。グファなんでなん。あーおぼろちゃんの玄之介様は怖かったな。なんで。お、赤やね最後。7回目やで、これの7回目やってね。一番ちょっとしんどいパターンですね、天卓さんの場合は。もう即やめ。終わりじゃ。終わる。あー終わりそうです。終わりそう。でも頑張ったね。あー終わった、終了。なんか2人とも一緒に終わるって仲良しやな。いや天卓さん、じゃあちょっとさ、このままやったらちょっと天卓罰ゲームになるからさちょっと罰ゲーム回避チャレンジやる何させられるんですか僕は。いやいや、あの天卓さんさ、サラダチキン好きって聞いたからサラダチキン食べてもらってさ、どこのコンビニのサラダチキンかあれって。おかしいプレーン味買ってきたからさあ、まあ私ぐらいだね、いけるっしょ。食べたらわかるんでね。ほぼほぼだって食べ、今どうかわからんけど、昔を食べてたよって聞いたけど、今も食べてるんすか。今もたまに食べるんか。タンパク質。ああ、なるほどな。はい、じゃあちょっとね、天卓さん目隠ししてもらおう。目隠しで食べてもらおう。ハリセンないですよね。ハリセンあるある。え、ハリセンあるよ。え、後ろを回ってもらおうか。はい、ハリセン。じゃあケンケンに、はい、サラダチキンを選んでもらおうか。当ててもらおう、サラダチキンを。そんなに種類あるんですか。今日はあのあれだから、3種類買ってきた。ファミマとセブンとローソン。はあ、そう、正解したらいいだけやん。そうそうそう、だからもうサラダチキンマスターやからこの人。え、ちなみに外れたらどうなるんですか。外れたらケンケンからここのハリセンする。どれがいい、どれがいい。やっと神津島から転勤したと思ったのに。あれ、じゃあ視聴者の人はね、正解見せようか。じゃあこれを天卓さんに当ててもらいますんで。ああ。じゃあとりあえずあれやね、ちょっとずつ食べてもらわなかな。もうサラダチキンのことならね。しかもプレーン味やからね。わかりづらい。
あのちなみにどこのコンビニのサラダチキンがとあの好きとかはあるんですか？あ、セブンが美味しいです、ね。あ、そうなんや。はい、なんか同じ風に全部見えますけど、違うんですね。違いますね。じゃあちょっと ほぐしてもらっていい？ほぐされるんか。なおさら分からへんよ。いつもあれですか、食べるのはスティックタイプですか？いえいえ、あの塊の塊食いたい、ご褒美、3択って分かってないよ、言うやろ。まあ、大体だってセブンイレブンかファミマかローソンやもんな。3択当てれるんやったら勝てますよね。7スルー、7スルー直前やったけどね。はい、じゃちょっとね、1、2、3でじゃあ出しますね。まあでもサラダチキン食べはる人多いんかな。まあね、すごい人気あるんで。確かにね、はい、低カロリー。あ、ちょっと待ってや。あ、あの他も保護して、はい。あ、今日はちゃんとあれなんやな、スティックもあんねんな。あ、スティックタイプもあるんですか。なんかあのバラバラっすわ今日。で、あんはあのケンケンにやってもらおうか。あ、わかりました。はい。楽しそうやな。一応あれやな、あのわかこれ多分私らやったら見た目で分かれへんからさ、もうどこのやつとか。お皿出してもいいよ。見たら分かるんですか。いやー、分からん、私らが分からんからお皿別にしないと多分一食だけになってしまうから。あ、もう天卓さんやったらもう多分触っただけで分かるんやろうな。やばいやつ、やばいやつです。やばいやつ。いや、これがこれやな。ケンケンサラダチキンとか食べる？セブンのしか食べたことないです。あ、そうなんや。でもセブンのは食べたことあるんや。はい、なるほどな。それはなんで？セブン家の近所にあるからですかね。そこにセブンがあるから。そこにセブンがあるからです。あ、じゃあこれちょっと各自持ってあげて。これ、これはこれ、これはこれで。じゃあこれちょっと持ってね。はい、じゃあちょっと視聴者の人にね、どれから食べさすか決めてもらおうかな。伊藤見てるか。伊藤は今日どうなんやろうな。伊藤見てるか。伊藤な。はい、じゃあこれね、今カメラ映します。じゃあ皆さんどれからね、行きましょうかね。とりあえず1番目どれ行きます？コメント来たらそれを食べてもらいますね。どれにしよっかな。これセブン美味しいって言っといて、セブン当てれんかったらお前どこでもええやんってなるやつ。うん、確かにね。プレーン味そんなちゃうんかな。どこ行こっかな。じゃあこれいきましょう。難しいな。じゃあ食べさせてあげて。難しいな。じゃあこれ1番目ですね、天卓さん。1番目。はい、1番目のサラダチキン。あ、いける、はい。どうやって放り込まれるんこれ。いや、あのお口あーんって。いきます。はい、1番目サラダチキン。よく味わっていただいて。でか。確かにでかいと思う。普通にでかい。どうですか味は。あ、やっぱ美味しいですね。美味しい、美味しい。なんか歯ごたえとかあるの？こうコンビニのあれってちょっとちゃうかったりするの？私の主観ではやっぱ一番硬いのはファミマなんですよ。へえ、そうなんや。さすがにめっちゃ食べてるやん。次2番目いきましょうか。お口なくなったじゃん、2番目。残ってます、残ってます。残ってる、あ、待てた。めっちゃでかい。ちょっと香りもちゃんと。まあ、だって色だけ見たらもう全部一緒やもんな。相変わらずパサパサしてますね。サラダチキンやもんね。てたくさん、ただで食べれていいね。虫食べさせよう。じゃあ次は、うちね。てたくさん、食べ終わったら、はいって言ってあげてください。はい、オッケー。オッケーです。ちょっとほぐした方がいい？大丈夫？いける？でかい？それ。ちょっとでかない。でかない？大丈夫？いける？ちょっとでかいような気もするけど。天卓さん、まあ、口大きいから大丈夫。じゃあ行きましょうか。はい。はい、あーしといて。はい。じゃあもうそのまま放り込んであげて。でっかい。じゃあでかかったよね。はい。じゃあ2個目。あ、これスティックタイプや。さあ食べてますね。でかいでかい。こっそりシナモンかけといたって。罰ゲーム。おっきい。オッケー。
じゃあ三つ目。もうちょっと小さくなりません。あ、もうちょっと小さく。もうちょっと小さく。ちょっとでかすぎた。一番小さいですよこれ。本当。はい、じゃあ最後。最後行きましょうか。はい。まだ食べてますね。大きいのよ。大きいの。じゃあ行けます？最後。はい。行きます。ああ。なるほどね。なるほどね。なるほど。なるほどね。わかりました。わかりました？はい。OK？ OK です。OK？ じゃあ。これ取ったらあかんのですか？あ、取る？取ったら分かるようになってます。いや、多分大丈夫やね。あ、大丈夫ですか。はい、とてもいいですよ。はい、味やっぱ違います。3つ。あ、やっぱ違いますね。あ、ほんと。じゃあこれでもし答えね、正解になったら、はい、もうあの回避で大丈夫ですんで。私が一番最初に食べたのは、はい、セブンイレブンのサラダチキンです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。じゃあ正解をお願いします。はい、ファミマや。はい、正解はファミリーマート。全部一緒や。いやいやいや、え、2番目に食べたのはがセブンイレブンです。あ、言ったかなり。あ、もうええけど。はい、正直ローソンやと思ってたから。2番目がローソンで、3番目がファミマやと思ってたから。いや、あの、ハリセンを入れとるけど、もう一発目間違えてるからね。とりあえず順番は1個目がファミマ、2個目がセブン、3つ目がローソンでした。全然わからない。あ、やっぱ一緒ってこと？そうですね、僕ね、美味しいって言ってた。なんか、見たことあるハリセンが、見たことあるぞ。なんか指導受けてますけど。おかしい。あ、そうそうそう。これ、え？これおかしくないですか？小豆島のやつでしょ？え？いや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 、これうちのやつです。いやでもなんか強化され…え全部間違っとるやないか。ああ。あのね、これね、あのケンケンコツがあってね、はい、あの大振りするとあのねヒットできない可能性があって、やっぱそういうことを教えるの良くないと思うんですよ。本人のやりたいようにやりたいように。あ、そう。あ、わかりました。じゃあ私は余計なことを言わないです。はい。じゃあ、ね、最後あのそれだけね、告知だけ、重曹ね、ウィラブ重曹で。ウィラブ重曹。はい、よろしくお願いします。はい。またあれかな、信頼入れ会もあるんですかね。信頼入れ会もあります。はい。15日に。15日。わかりました。また PR の、LINE でね、チェックしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、謙虚重きしやったれということで、ちょっとね、サラダチキンも回避できなかったんで、せっかくチャンスあげたんやけど。じゃあ、いきましょう。一言だけ言っとくな。はい。俺、主任やから。どっかで聞いたセリフやな。まあ、ちょっとあの場所をね、ちょっとちゃんとあのスリスリしてちょっと確認した方がいいと思うよ。場所わかる？主任の真ん中。真ん中。真ん中。あの人ずるいで。チンポジ隠そうとしてんで。チンポジ隠そうで、あのね、すごいとこがね、ちゃんと目隠しして待ってるっていうとこがすごいよね。はい。チンポジ探して。大きしね。大きしね。はい、大きしやで。大きしかな、ケンケンやられるから。大きし行ってきや。あーっ！あの、ケンケンうまいな。あー、やったー。ケンケンめっちゃうまかったね、今。今、あの、ごめん、入ったんわかった。うまっ。ありがとうございます。え、野球部？いや、あ、元野球部やんな。私あのちょっと天卓さん演技するのかなって思ったけど、そんな必要ないぐらい入ってたわ。おめでとう。いったー。それは痛い。天卓さん、あのジャストミートでしょうかね。神津島から転勤したと思った。めちゃくちゃうまかった。じゃあ、まだねバスゲームの機会あったら、あのケンケンはやられないようにね、気をつけてくださいね。はい。はい、ということで、ごめんなさい。明日ね、鹿野古代からの放送になります。明日は多分岐阜堂々か太鼓の達人のね、海の信頼、かなと思いますので、信頼見たい方はぜひ明日見てください。どうですか、久しぶりの。変わってない。変わってない。あのミートが思いのほか上手だったっていうのが私びっくりしましたんでね、ちょっとあのケンケンにはミートをまたちょっともうね鍛えて、はい、あのもうバチッとやれるように練習しておいてもらえたらと思います。本当に痛いんですよ。
ですよ。ほんま痛いね、これ痛いね、ほんまげ。はい、ということで、じゃあ今日チャンネル、今日は重装店からお送りさせていただきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、さようなら。おやすみなさい。